毎月勤労統計の調査対象を不適切に少なくしていた問題で延べ2015万人に対し雇用保険や労災保険など560億円余りが少なく支払われていたため国は不足分を追加で給付する方針ですこれらは主に保険料収入を積み立てた特別会計から支払われますが雇用保険の一部は国が負担する仕組みのため来年度の一般会計の総額に 6億5000万円を上乗せして今日閣議決定をやり直しましたこうした事態は極めて異例です必要となる財源は新たに赤字国債を発行して賄います